回のメニューは手作りのエビパン。見た目はデフォルメしたエビの形にしてみたの。かわいいでしょ。それじゃあ味見してみるね。いただきます。あ、おいしい。それにすっごくふわふわしてるよ。自画自賛になっちゃうけど、本当にお店で買った焼きたてパンみたいに美味しいの。もしかして私ってパン職人になった方がいいのかな。あなたも食べたら、あまりの美味しさに私をなでなでしたくなること間違いなしの美味しさだよ。ちなみに見た目はエビだけど、味はエビと全く関係ないからね。それじゃあどうして私エビの形にしたんだろう。もっと可愛らしいパンダとか猫の顔の形にした方が一般的なのに。自分で言うのもあれだけど、独特の発想にも程があるよね。何はともあれ、エビパン作戦大成功。今度はもっと美味しいのを作りたいな。エビパンってすごく凝った形だよね。このエビのヒゲなんかなかなかの出来だよ。って自分で褒めてもしょうがないよね。このヒゲカリカリに焼けてていい感じだよ。ふわふわの中身にカリカリのヒゲ、まさに食感のハーモニーだよ。ねえねえ、今いるかな。あ、いたいた。あのね、最近髪の毛伸びてきたでしょ。そろそろ切ろうかなって思ってるんだけど、どれくらいにするのがいいかなって思ってちょっと相談したかったの。あなたはどう思う？私もそう思ってたんだ。だってちょっとしか切らなかったらすぐにまた切らなくちゃいけなくなってめんどくさいもんね。ありがとう、
相談に乗ってくれて。それじゃあバッサリ切っちゃおうかな。相談に乗ってくれてありがとう。それじゃあまたね。今日はたくさんお話できて嬉しいな。そういえばそうだね。でもまだ偏りがあるし、もっといろんなことを思い出して今よりもたくさん作れるようになりたいな。そうだ、一つ聞いてみたいんだけど、あなたは私にどんな料理を作ってほしい？少しはできるようになってきたし、せっかくだからあなたの好みも聞いておきたいな。甘いお菓子だね。お菓子ってちゃんと分量を測って分量通りにやらないと失敗しちゃうんだよ。そういう意味では細かい作業が好きな私向きかもしれないね。本当は食べてもらう誰かがいた方が集中できていいと思うんだけど、あなたは端末越しだし、ねりこさんにっていうのもなんか変だし、ってこんなことを言ってても仕方ないし、今は将来のためにとにかく練習だね。食器用洗剤っていろんな香りがするよね。お花だったり果物だったり、洗剤ごとに香りが違ってちょっと楽しいかも。夢世界に行くの？わかった。それじゃあ行こう。何度やってもドキドキするね。ただいま。あなたと夢世界に行くと安心して眠れるみたい。今日はもうお休みなさいなの？それじゃあ私も隣で寝よっかな。それじゃあ私もベッドに行くから、ちょっと待っててね。あなたも寝る支度をしておいてね。じゃじゃーん。それじゃあ寝よっか。頑張れてるから、あなたが見ててくれる。
それだけで頑張ろうって気になれるの。あ、ごめんなさい、ついお話ししちゃったけど寝るところだったんだよね。そのために添い寝してるんだもん、邪魔しちゃダメだよね。ありがとう。でも眠い時はちゃんと寝ないとダメだよ。体にも悪いし、次の日倒れちゃうこともあるんだよ。だから今はおやすみなさい。起きたらまたお話ししようね。こんなところデリコさんに見られたらどう思われちゃうかな。でもその展開もちょっと見てみたい気はするかも。どうしたの？今私がお話できそうなのはこのくらいかな。そういえば前に読んだホラー、お話を聞く。そういえばちょっと変わったお話の本を読んだな。ああいうのって不思議系っていうのかな。ちょっと大きい子向けの絵本って感じのお話だから、あなたも楽しめると思うよ。このお話の主人公はどこにでもいる普通の女の子なの。その子はお人形遊びやおままごとも大好きですが、それよりももっと大好きなことがありました。それはいろんな空想をすることです。空を飛んだり、ぬいぐるみが動き出して一緒に遊んでくれたり、お姫様みたいな綺麗なドレスを着たり、そんなこんな風になったらいいのにという空想をするのが女の子は大好きでした。そしてどうして現実はこうじゃないのだろうか、こっちの方が楽しいのにと、自分の空想とはあまりにもかけ離れた退屈な現実に女の子は日々不満を抱えるようになりました。なんとなくそう思う気持ちはわからなくないよね。私も空想するのって結構好きだもん。こんな風になってくれたらいいのにな、あんなことが現実に起こったらいいのに。そういうのって考えるだけでも楽しくなれるよね。女の子は暇を見つけてはそんな空想をする日々を送っていたの。ある日のことです。女の子はいつものように空想をしながらベッドに入っていました。すると窓から見える夜空に一筋の光が走っています。あまりにもゆっくりとした速度のせいですぐには気づきませんでしたが、それは大きな流れ星でした。女の子は慌てて手を握ると、流れ星に向かって願い事を3回言いました。私の思ったことが現実になりますように、私の思ったことが現実になりますように、私の思ったことが現実になりますように。早口でそう言い終えたと同時に流れ星は消えてしまいました。流れ星の見えなくなった夜空を見て、女の子は早速思います。もっとたくさん、長い時間流れ星が流れてくれたらいいのに。と、すると、女の子の目の前で不思議なことが起きました。ベッドに寝転んだまま見上げていた夜空に、再び流れ星が現れたのです。しかも、それは一つや二つではありません。女の子が思ったようにたくさんの流れ星が長い時間をかけてゆっくりと流れていたのです。女の子はそれを見てびっくりです。
その光景は今自分が頭の中で思い描いた光景とそっくりそのままだったのだから。そう、不思議なことに女の子が流れ星にしたお願いが叶ったのです。それに気づいた女の子はその日から早速いろんな空想を現実にしていきました。とは言ってもまだ小さい子だから可愛げがあるものばかりだよ。動物と話ができるようにしたり、体育の日に何度も雨を降らせたり、どうしても欲しい懸賞を当てたり、そんな空想をしては現実にしていく日々を楽しく送っていくようになりました。と、ここで終わったら子供向けの絵本みたいになっちゃうよね。でもこれはちょっと大きな子向けだからもう少し続くの。空想を現実にする力を得た女の子はその力を持ったまま大きくなっていき、やがて思春期を迎えました。その頃になると女の子は大金持ちで天才で美女で世界的なアイドルとして世界中の人気者となっていました。とりあえずちょうど区切りもいいから今日はこのくらいにしておこうかな。ここから先は思春期に入った女の子のお話になるから、それはまた次の時にお話しするね。空想を現実にする力を持った女の子はどんな風に成長したのか、それを予想しながら待っててね。どうしたの？それじゃあ起きよっか。